アンドレイ・ベニアミノビチ・ヤリンは、ロシアの財務官僚、政治家、カバルダ・バルカル共和国首相、スベルドロフスク州に、ジニタギル市出身。父親は、ミハイル・ゴルバチョフのもとで1990年から1991年まで、大統領評議会メンバーを務めたベニアミン・アレクサンドロビチ・ヤリン。 1992年モスクワ大学を卒業し、経済学の学位を取得する。1995年から2001年まで、ブネシャゴロバンクと踊り2001年から2003年まで、ウラジーミル修行政副長官、州知事副長官、ロシア内務省の連邦移住庁財政経済管理、副長官。この間、2002年サンクトペテルブルク。 大学法律学を修了し、法学博士候補。2002年12月から2003年3月までチェチェン、共和国政府第一副議長。2003年11月、ロシア国家麻薬、公生侵罪、流通監督委員会財務経済管理副長官。2004年4月、リャザン州副知事。2005年4月、南部連邦管区大統領全県代表内務。 政策副部長。2006年6月から2009年8月まで、カバルダ・バルカル共和国政府議長を務めた。南部連邦管区大統領全県代表や、ロシア連邦政府の副首相を歴任したドミトリー、小作の系統、非保護者とみなされる。英語、イタリア語に堪能。ありがとうございます。